竹の酒造有限会社は、京都府京丹後市八坂町溝谷を本社にする酒造メーカーである。代表銘柄は、地元限定の八坂鶴と、世界進出を目指す亀のお造米。生産者の顔が見える、商品製造にこだわり、製品のラベルにはその酒に用いられた酒米の収穫時期や場所、生産農家の生命を全て記載する。 地元蔵として地域に愛されることを経営の柱とし、酒蔵を広く開放するイベント、蔵前バー開催や、地元の他社、他業種との共同事業に携わる。竹野酒造と京都府で初めての農地改革の対象となった田んぼ創業は、江戸時代末期から明治時代初期とされる雪町酒造場を前進とする。雪町酒造場は1944年に、 企業整備令で休業を余儀なくされたが、終戦後、三代目倉本が、同じく休業していた他の酒蔵に呼びかけ、1947年に四社共同で、竹の酒造として再建した。明治時代に行われた京都府発の農地改革で、整備された田園に隣接し、地下には伏流水が絶えず流れる土地に立つ。仕込み蔵には昔ながらのかまどが残る。1950年、 その地名の八坂と縁起物の鶴から八坂鶴を変額に掲げる。21世紀初頭における主要銘柄、亀のお造米は1983年に山形県の安倍亀寺によって生まれた米、亀の王を100%使用する。亀の王は例外の年に3本だけ実った在来品種、総米創生の稲穂から育成され、食味が良く、その地は、 コシヒカリやササニッシキにも受け継がれた。当初は、半米として、東日本で広く栽培されたが、亀の尾で仕込んだ、銀城酒は、米の旨味を感じる、個性的な酒であるとして、酒米としても評価が高い。明治期の酒作りでは、西の、尾町に、東の、亀の尾と呼ばれ、全国を二分する総壁の一翼を担った。農業の近代化に適合せず、 昭和初期に一度絶滅したが、1980年に新潟県のくすみ酒造が、1981年に山形県のあゆ酒造が、復活栽培に挑み始め、夏子の酒で全国に知られるようになる。しかし、化学肥料との相性が悪く、稲穂の背丈が高いために倒れやすいという欠点がある、ため、生産農家は少ない。矢坂町では2000年、 地元の郷土研究者、足田幸夫から、竹の酒造に対し、亀の尾であるとする 3kg の米が提供され、その復活を試みたことが発祥となる。竹の酒造に1996年頃から酒米を提供していた農家が栽培に協力し、2001年に一旦の田で栽培が施行されたが、秋に実ったのは赤や黒の稲穂だった。 これら混在していた古代米を一本ずつ抜け穂、選別し、約3 0 0ラム余りの亀の王を収穫。翌2002年からは、別の地元農家が四炭を栽培し、亀の王をもとする酒の販売を開始した。2009年、当時の契約農家が、栽培の難しい亀の王の栽培を、翌期から取りやめる意向を示し、竹の酒造は窮地に立たされる。同年春。 約半世紀にわたり、竹の酒造の酒造りを支えた草壁当時が死去する不幸も重なり、その後を継いだばかりだった自称七代目の当時、雪町義樹は血の気の引くような思いを味わったというが、当時として初めて仕込んだ亀のお造前が全国種類コンクール準備一部門で1位を獲得したことで状況は一変する。契約農家は亀の王の生産を継続。 2012年にはワイングラスで美味しい日本酒アワード2012年で金賞を受賞した。その後、翌年の仕込みに向けて協力農家が増え、亀の尾の生産農家は網の町から2農家、八坂町から2農家が加わり、亀の尾蔵米は名実ともに竹の酒造を代表する商品となった。亀の尾生産農家の中には、かつて 竹野酒造で副当時を務めた藤原薫など竹野酒造の酒造りに精通する人物も含まれる。竹野酒造では彼ら生産農家の氏名もすべて商品ラベルに記載する。2015年テイスティングルームと販売所を兼ねたバー362プラス3を酒蔵に併設した。ここではカウンター席とソファー席を備え単語の田園風景を眺めながら 日本酒を試飲することができる。木造平屋建てで面積は約22平方メートル。期間限定でバーとして営業し、仕込みの時期には作業場として利用することもある。バーは週末の金曜日に予約制10人以下の人数限定で開店する。酒蔵見学や試飲のほか、様々な竹の酒造の製品を 陶器やワイングラスなど多様な手記で聞き酒し、器によって変化する酒の香りや口当たりを体験したり、地産の素材を使った料理との組み合わせの提案などを行う。地酒屋として地域に愛されることを酒造りの目標に掲げる竹の酒造のテロアールへの思いを反映したバーとなっている。2017年、幻の日本酒バーとも称される。 このバー362プラス3での究極のテロワール体験を商品化した日本酒バー362プラス3を日本酒専門店クロンド酒マーケットと共同で企画開発2017年6月22日からクロンド酒マーケット全店で提供開始された2006年単語地方の製酒醸造メーカーの有志 熊野坂倉や吉岡酒造場ら合わせて5社の代表者個人が協力し、京丹後市峰山町に焼酎造、株式会社丹後倉を創業、地元産のさつまいも、提官所による京都府で初の芋焼酎の製造販売を開始した。2019年時点の代表取締役は、竹野酒造5代目倉本の雪町家平。雪町のほか柿の元の正宏。 大道地、吉岡直人、市、足立直樹、高田も吉が役員を務め、製造販売は高田を中心に行われている。代表銘柄、芋モタンは、2008年度、有料、ふるさと食品中央コンクールで、食品産業センター会長賞を受賞、2011年に、日本酒サービス研究会、酒匠研究会連合会が主催した。 あなたが選ぶ地酒大賞2011チーズにぴったり本格賞中泡盛部門で1位のプラチナ賞を受賞した。イモタンは2016年、2017年にはスペインやドイツなど海外にも出荷された。2008年から2018年にかけて、ヤサカ町在住の海外アートディレクターでツアーコンダクターの足田久美子が提唱した。 交流イベントミックス人々単語の開催に合わせて5月の第3土曜日に酒蔵を開放し、蔵前バーを開催した。地元の漁師や酪農家や農家から仕入れた食材を招かれたシェフが料理して提供し、酒蔵の前に特設ステージを設けてライブやショーが披露された。例年500人以上の来場者を集め、酒蔵ならではのおもてなしとして、 新製品の試飲などが行われた。クラマイバーは、他府県や海外からの旅行者と、地域住民の交流を実現し、地域活性化を図る企画として、平成26年度、京都、元気な地域づくり応援ファンド支援事業に採択された。また、2011年には、ミニカーで、0円日本一周中だった、朝倉久美子が、竹野酒造に宿泊し、 作業手伝いをして、蔵人らと交流した。1990年、竹野酒造の蔵元が、網野町浅間川地区の市民講座の第一回講師を務め、酒にまつわる講習を行った。前10回の市民講座では、網野町在住の木版画家幻一も、講師として招かれており、酒を介した交流が生まれた。幻一の代表作。 500羅漢が漢字一字の中に人間の喜怒哀楽を表現し、羅漢を介して人生の様々な趣きが映し出されることに感銘を受けた人々の輪が生まれ、その媒体となる酒を求める住民らの声に応じて純米大吟醸羅漢酒を醸造することとなる。酒米選びから始まったこの酒作りは1996年に 京都府単語農業研究所から紹介された祭りバレを持ち、1998年に米を生産、1999年からの2年間で1450本を販売した。この商品ラベルは1枚ずつが幻一による手書きのラベルで、その後は木版がラベルで2000本を販売したものの、再び手書きのラベルに戻され、 ラベル制作に合わせて販売する形式となっている。2003年10月、ラカン氏は、人々を笑顔にしたいとの願いを込めて醸造したことから、笑顔百薬と改名された。このラベルも幻市が筆を取ったものである。幻市は、2015年、京丹後市網の町に、心の森美術館を開館。笑顔百薬の売上金の一部は、 心の森美術館の基金として寄贈されている。2012年、京丹後市網野町浜詰めの光美術館で開催されたアートレストランに出品提供した。2016年、京都室町の老舗料亭、和久伝えが創業の地である丹後地方で生産した伊勢光の無農薬米で和久伝えオリジナル酒丹を醸造する。同年10月1日に、 室町和久殿で開催された食事会では、丹後はじめ竹の酒造の代表名柄数種が提供されたほか、当時の雪町義木が講和を行った。京丹後の食材とお酒を楽しむ会、竹の酒造、京都枠伝えと題されたこの講和付き食事会は、2018年6月にも、JR 京都伊勢丹内にある京都枠伝でも開催された。 西日本ではほとんど栽培されず、全国的に見ても生産量が少ない亀の親、朝日など、酒米として評価が高く多くの酒造工的米のルーツとなったが、現代の方では栽培が難しく生産量が少ないために、幻の酒米と称される米を主に用いる。作り手の顔が見えること、人と人が繋がり、混ざり合っていくことによって、 信頼を得ることが顧客との心よい関係につながるとして、すべての商品ラベルに、原材料の水と米の生産地と生産農家の生命を明記している。亀の王など、日本酒の原点に立ち返ったことで生み出された銘柄には、蔵、舞を関する。様々なつながりの原点にこだわり、古くからの伝統と技術を蓄え、伝えることを意識した命名で、蓄えという意味を持つ。 蔵と古来無形の精神を伝えるという意味を持つ米を組み合わせた。純米酒を通して古来の伝統と技術精神を伝え残したいという思いが込められている。醸造には地元産の希少米を中心に契約農家で栽培された無農薬あるいは低農薬の酒米を使用し、仕込み水には八坂町の東方に位置する金剛同寺山の豊富な伏流水を使用する。 麹米の大半は地元産の宿を使用する。宿は1933年に地元八坂町の農業研究所で生まれた酒米で、1946年までは当地の栽培奨励品種として丹後、中端地域を中心に646ヘクタールの作付け面積を記録した。戦後の食糧難により一度食用米に切り替えられて途絶えるが近年、 綾部市の特使家、河北拓也から種もみを譲り受け、地元農家の協力によって復活した。良質で磨く必要がない、酒米と評されている。柿塩銘柄のほか季節限定のブレンド酒、秋蔵米などを手掛ける。季節限定では、カカオ豆や栃木県産のイチゴと千乙女を、地区で醸した、純米酒に漬け込んだり、給料製造したり、10年。 寝かせた29度の超高度数のタンゴガラシャの里など遊び心豊かな商品も生み出している。国内コンクールのみならず海外でもたびたび高い評価を受ける。2012年に香港へ出荷されるようになり、2015年にシンガポールへ、2016年にはフランスの首都パリへ輸出された。2009年3月に41年間勤めた草壁当時が死去。 五代目倉本、雪町家兵の長男である、雪町義樹が25歳で当時に就任する。雪町義樹は1983年12月28日、生まれ、東京農業大学醸造学科卒。酒の味はイベントで覚えたという。2005年から2年間、石川県加賀市の六夜酒造において、能登当時四天皇と称される。 野口直彦の下で修行した後、実家である竹野酒造で倉人として3年を働いた。当時として酒造りに挑んだ初年度の八坂鶴亀のお造前で2010年春季全国種類コンクール純米一部門の一位を受賞した。まだ誰も飲んだことのない酒を目指す試行錯誤の中、京都の祇園の割烹料理店の主と対話する中で膨らみがあり、かつ雑味がない。 しかも超高額にはならない程度の酒造りを目標の一つに据え、その思いは西木図を前に反映されている。2019年時点、蔵元の長男である吉木を筆頭に、次男達郎、三男、公平の三兄弟で蔵を支える。三兄弟全員が一級酒造技能士である。国道482号線左の電柱横の路地の数十メートル先に、 竹の酒造がある。住所627-0111京都府京丹後市、八坂町溝谷3622-1京都丹後、鉄道、峰山駅から車で約10分。地区の川流域の平野部に位置し、国道482号線沿いをやや裏道に、入った田んぼに面して立つ。ありがとうございます。